アメリカ海軍で FA-18 戦闘機の後継機開発に2000億円もの予算が計上されているとの情報をキャッチしました。今回はこの F-18 戦闘機後継機開発に焦点を当てて詳しく見ていきますね。第6世代戦闘機開発が進む中、今度は第7世代へ突入です。2023年3月13日、アメリカの海軍省は、2024年度の予算案を公にしたが、その中に、新型の航空母艦艦載機を開発するための多額の開発費が含まれており、その額は、およそ 15.3 億万ドル、日本円換算、およそ2000億円にも及ぶ。これは、現在のアメリカ海軍の航空母艦艦載の戦闘機の中核戦力である FA-18 スーパーホーネットを代替するための機体の開発費用であり、アメリカ海軍内では、同機の正式名を踏まえて、FAXX と呼称されているものである。現時点で、アメリカ海軍の航空母艦用の艦載用の戦闘機は、第4世代機の FA-18 スーパーホーネットと、第5世代機の F-35 ライトニング2C 型の併用という形をとっているが、こうした運用は今後も続けられると予想されている。そのため、今後は F-35 ライトニング2C 型と新型の FAXX とを同時に運用するものとみられており、その時期は、早ければ2030年前後、遅くとも、2035年前後になるものと、現時点では、見る向きが多いように感じられる。アメリカ軍としては、従来の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2といった既存の第5世代戦闘機を超える、新たな機体を、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスと、総称し、複数の計画が同時進行されている。アメリカ空軍が進めている、この NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスも、アメリカ海軍の今回の FAXX と同じようなタイミングで実戦配備が予定されているとも言われ、続報が待たれている。一時期は、すでにテスト飛行を終えているという情報が、アメリカ空軍自体からアナウンスされた同軍の NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスだが、開発を担う企業名等も、未だ伏せられてはいる。それに比して、アメリカ海軍の FAXX においては、現行の FA-18 スーパーホーネットと同様に、ボーイング社が開発に従事しており、第5世代戦闘機で、ロッキード・マーチン社の後塵を拝したことの巻き返しが期待されている。ボーイング社としては、現行の FA-18 スーパーホーネットのアメリカ海軍からの最終の受注はすでに終え、インドの航空母艦の艦載機用の引き合いの可能性は残しているが、それを除けば、2025年で生産を終える可能性が高い。これまでに FA-18 は、初期型のホーネットが、1983年から、合計でおよそ1500機弱、改良型で、若干機体の大型化が施されたスーパーホーネットが1998年からおよそ600機強ほど生産され、商業的にも大きな成功を収めたと言えよう。この実績はアメリカ海軍の航空母艦艦載機の主力戦闘機としては、その前の機体であった当時のグラマン社の F-14 トムキャットの生産総数およそ700機強を大きく凌駕しており、その位置づけは好対照ですらある。F-14 トムキャットは、当時としては、機動性や速度性能を高めるべく、可変翼という、複雑なギミックを採用し、強力なレーダーセンサ類と、空対空ミサイルで、高い攻撃力を誇りながら、その構造ゆえに高コストは、避けられなかった。ただし、アメリカ海軍の運用側は、F-14 トムキャットの能力を評価し、グラマン社も能力向上に向けた派生型の生産に望みをつないだが、時代は
1991年に旧ソ連邦が崩壊するという変化を迎え、戦闘機開発にも影響が生じる。これはそれまでの冷戦期に旧ソ連邦の戦力を個々の分野でも上回るべく軍事予算を投入してきたアメリカにとって最大の脅威が失われたことを意味し、個々の兵器の性能より費用対効果に重きを置く流れをもたらした。そこに至ってアメリカ海軍では高性能であることは確かではあるものの、維持・メンテナンスコストも高額な F-14 トムキャットよりはるかに運用コストが低減できる F-A18 シリーズを主力戦闘機とする道を選択せざるを得なかった。もともとアメリカ軍の戦闘機は F ファイター戦闘機を意味する記号と番号で表されているが、 FA とは F ファイター戦闘機と A アタッカー攻撃機の両者の能力を一機で賄うという合理性を包括していたことに起因する。 FA18 は具体的には艦上戦闘機たる F-14 トムキャットと艦上攻撃機たる A6 イントルだが担ってきた任務の双方を一機で代替可能な機体となり、その汎用性とトータルコストの低さを評価されたと言えるだろう。その特性ゆえに、これまでになかった機種の記号を冠されたのが FA18 であるが、今回のアメリカ海軍の予算案の件でも、新型の機体の仮の呼び名は FAXX であり、FA18 が築いたコンセプトを引き継いでいくことが伺える状態だ。冒頭で述べた通り、今回報じられたアメリカ海軍の2024年度予算案における FAXX 向けの費用はおよそ 15.3 億万ドル、日本円換算およそ2000億円だが、この額はそれ外のものと比較してもかなり大きなウェイトを占める。他には、今のバージニア級を更新するための攻撃型原子力潜水艦の開発に、5.45 億ドル、日本円換算、およそ710億円強、アーレイバーク級を更新する、新型の駆逐艦の開発に、1.87 億ドル、日本円換算、およそ250億円弱がある。額面で考えれば、いかに、2024年度の予算案において、FAXX がアメリカ海軍の中で重要視されているのかが顕著に現れていると言えそうで、こうした単体では高額な艦艇よりも多くの開発費を投じる方針が見て取れる。ただし、アメリカ海軍の FAXX は実は最初にその開発に向けたコンセプトが披露されたのは、実に今から10年前の2013年開催のシーエアースペース2013までに遡ることができ、決してここ最近で計画が進められたわけではない。この2013年の時点で公開されていた FAXX のイメージ図によれば、双発の機関部を備えた全翼機的な形状にも見えるデザインで、垂直尾翼はなく、それでいて、小型のカナード翼も装備したステルス戦闘機であると説明されていた。これが2021年になると FAXX はクリップドデルタ型の主翼と V 字もしくは相応の尾翼を備えた機体にも見えるイメージ図が登場。実際のデザインがどのような形状となるのかは現時点でもまだよくわかっていないのが実情である。アメリカ海軍は FAXX の機能面については現行の FA18 スーパーホーネットに比して航続距離、速度ともに上回る機体となると述べており、一説には同軍の機体としては事実上最後の有人機となる可能性も指摘されている。現時点で
アメリカ海軍は、航空母艦に収容する航空戦力は、有人機と無人機との混成部隊になることを想定しており、その比率は、まず有人機6割、無人機4割を目安に進められ、以後は、その比率を逆転させることを目標に掲げている。これは、つまり今アメリカ海軍が運用している F/A-18 スーパーホーネットの数量に比して、おのずと、その絶対数が減少することを意味しており、F/AXX は、あらかじめ生産数が少なくなることは、避けようのない現実となるのだろう。また、こうした F/AXX のみでなく、アメリカ海軍は、電子攻撃機である EA-18 グラウラーや早期警戒機の E-2D、アドバンスドホークアイの代替機にも、無人機の活用を匂わせており、航空母艦における運用機体も大きく変化する可能性がある。ただし、アメリカ海軍が想定している無人機のうち、戦闘機については、人工知能を活用し、自律的に攻撃を行うような形式は、まだ先のことと考えているようで、F/AXX 等が制御する形での実用化を現実的だと判断しているのだろう。いずれにせよ、今のアメリカ海軍は、西太平洋への進出を強めている、対中国を念頭に置いた戦力の整備を目指しており、かつて、旧ソ連邦を最大の仮想敵国としていたことから、大きく、その前提を改めることを迫られている。